すごいいい天気、雲一つありません。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、電車に乗って出かけたいと思います。電車に乗るのは非常に久しぶりですね。さて、どこに行くのかというと、以前のね、動画にも出てきた僕の大好きな街である、町田の方に行ってですね、ちょっと諸々の用事をこなしていきたいと思います。やりたいことがね、非常に多すぎてメモにね、書き出したんだけれども、ちょっとね、全部こなせるか心配。でもね、この書き出すっていうのがすごい大事だなって最近思ってて、頭の中で、あれやろう、あれ行こう、あれも必要だなみたいなのをね、思ってても、結局ね、例えば10個あったとしたらね、忘れちゃうのが2個ぐらいあるんですよね。だからそんな時のためにね、メモにね、一つ一つこう記しておくと、あ、これ、あ、これってね、でそれをね、ちゃんと持っていけばさ、チェックできるわけじゃないですか。っていうのでね、メモ、こう形にするっていうのは非常に大事だななんて改めて思ってます。I walk away and start to play a game of pool. Sherry's sitting at the bar alone. I look up and see her husband sitting on a stool. It's midnight and he's come to take her home.町田に到着しました。結構にぎわってますね。さて、何から進めていこうかな。とりあえずお腹が空いたので、ランチにしたいと思います。行きたかったね、ラーメン屋さんがあるんですよ。ここに行きたかったんですよ。塩ラーメンですね。ごちそうさまでした。あっさりした塩ラーメンで美味しくいただくことができました。スープはすごいあっさりだけれども、店内の BGM はめちゃめちゃハードなロックがかかってて、そのギャップがいいですね。美味しかったです。街に出てきた目的の一つとして、写真を撮りに来ました。このパワーストーンってね、呼ばれている、天然石ですね。これを使った、ブレスレットをね、僕が、半分趣味半分仕事で、やっているんですけれども、それの SNS への発信のための、素材だったり、ホームページに使うようなやつをね、この街の中でね、撮りたいなって思って、ちょっとね、外に出てきました。じゃあ行ってみたいと思います。あ、そうなの。町田を歩いていたら友達に会いました。こんばんは、こんばんは。すげえ偶然。いやー、なかなか、面白い写真が順調に撮れています。今日はね、すごい天気がいいんですね。でも気温はね、昨日よりちょっと寒いはずなんだけれども、どう見てもあったかいって思ってね、上にジャケットを着ないで出てきました。ちょっと寒いんだけど、室内に行ったりとか動くにはね、これぐらいがぴったりですね。もちろんジャケット中にね、入れてます。やっぱあったかいのいいね。写真バッチリです。思ってたよりいい感じに撮れて安心してます。あとはこまごましたね、買い物したり、せっかくなのでね、なんか美味しいコーヒーとかなんか甘いの食べてね、行きたいなと思います。よし、写真撮れて一安心。
の行ってきました、見たかったの全部見れました、買う前にどうしても考えちゃうんですよね。これ本当に必要って。それを考えると別に他のものでも代用できるっていうのがね、見つかってしまうと結局買わないっていうことになってしまって、結局買ったのは、まあ、ちょっとした日用雑貨とあと、ダイソーに行ったらすごい懐かしいものがあったのでこれ買っちゃいました。シゲキックス、めっちゃ酸っぱいやつ、梅のやつね。今日多分赤い服着てるからこれが目に留まったのかな。わからんけど、そんな感じです。As I walk into